おはようございます。おはようございます。一番乗りだ。すごい。えぐいですよ。え、ちょっと待って、嘘。私のもある。嘘。すごい。なんとなんと。はい、ということでロッカールームのルームツアーをしたいと思います。こちらはホワイトタイガーかな。あ、メンバー分かっちゃってんじゃん。こちらです。次の部屋行きましょう。こっちは松木さんチームですね。紫だ、ユニフォームが。じゃーん、こんな感じです。いいね。そしてそして、すごい、すごい。写真撮影中。いいですね、いい感じ。調子いいですか、今日は。楽しい。あ、よかったよかった。眠い。眠い。あれだ。はい、ちょっと今目の前にすごいお方がいるのでご紹介させてください。行ってください。あ、一緒に入りましょう。え、いいんですか。いや、すいません、すいません。バッグおもろい。すいません、新生万々歳でございます。よろしくお願いします。わー、岸さんの顔。こんにちは、ありがとうございます。じゃあ一つお願いがあって、はい、実はバンバンザイって3人の名前を言うっていうのをちょっとやってみたくて、はい、もちろんです。いいですか。はい、多分いつも左側から始まるんですよ。あ、そうです。そうですよね。はい、じゃあコールをお願いしていいですか。いきます。てる。はい、一斉のでバンバンザイ、ミユです。はい、です。バナです。はい。あー、めっちゃ手震えてる、やばい。本当に足おかしい。頑張ってください。はい、頑張ります。キシちゃんの顔なんかやってますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。すみません、本当に。はい、ということで来ました、ジャパンオールスター。はい、ということで早速会場の方を見ていきましょう。行きますよ。今リハーサル中です。現場は来てください。ちょっとなんか息を時間増してない。はい、皆さんお気づきの方がいると思うんですけど、実は今日のカメラ、はい、まいちゃんがやってくれてます。ということで、じゃあまいちゃんです。せっかくなんでインカメにしますか。この価格初なんじゃない。確かに、ね、急なのです。はい、急なの回、急なのです。ということで頑張っていきましょう。頑張ります。はい、頑張っていきましょう。リハーサル中でございます。そしてなんとあっちにはなっちゃんがいる。なっちゃんがいるよ。すごい、リハーサル中です。すごいよ、バンバンザイさんのリハーサル中です。見えるかな。そこには竹丸さんたちが。いいね。
先生がいる。もう私はスタンバイです。あーやばい、ド緊張なんだけど。スタジアムにお越しの皆さん、こんにちは。フィナーズマネージャーの愛です。これから3チームの監督の皆さんに本日の意気込みをインタビューしていきたいと思います。スタッフさん緊張してます。あれ、いや去年の方がめっちゃ緊張してる。あ、本当ですか。やっぱ去年の経験あるからちょっと。ここですね。夏第1回の入場です。スパイク剥ぎます。スパイク剥ぎます。しかもね、あ、聞いてください。あの大津さんが好きな伊勢さん、はい、大津さんの会社からいただいたスパイク、私も欲しい。大津さんの会社これもらおう、もらおう。デブもサッカーしていいんですか。できますよ。デブもサッカーしていいんですか。それで痩せましょう。それで痩せたらもう痩せてるわ。やってないからまだ試してないですよね。試してないですよね。試してない、試してない。
加減しないでください。Thank you.
です。いやでも正直マジで本当来たボール素直に止めただけだからなんかね覚えてるけど覚えてないって言いますよね、うん、もうヒーローでしたよ今日。あきなりさんのシュート練習になってたからちょっと普段やっぱウィナーズメンバーにね助けてもらってるから、うんうんうん、今日は調子良かったんで。いや素晴らしい、仕事できて良かったです。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ次に期待してます。シリーズリーグも頑張ってください。どうでしたか試合をしてみて。疲れたね、やっぱりちょっとすごかったっす。やってみるともう全然違う、全然違う、そう、熱い。でもやっぱりなんかその一つ一つの質は紙一重っていう部分はあるけど、その紙一重がちょっと大きい、なんかすごい分かる、言いたいことが。じゃあリールズリーグ頑張ってください。頑張ります。今日バナナなかったですもんね。バナナなかったですもんね、ケータリングに。お前忘れてた、と思って。すいません、バナナを用意してなかったです。今後ともバナナの方よろしくお願いします。バナナ、そうですね、一房一房。いや、バナナの木をプレゼントしましょう。もういらん、ベンチに生やそう。ベンチロッカールームに生やしとこう。木登り始めないでくださいね。あるやん。ちょうか、あらちゃん、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。4枚だ。泣いちゃう、泣いちゃう。
ねえ、あいちゃんあいちゃんあいちゃん、バーン、バーンしたってインタビューの。インタビュー。じゃあ行きます。
選手たちが、とにかく、ハードワークをし、全力で、プレーしたこと、タフに戦ったこと、そして、スタッフ、含め全ての、選手、たち、日本で応援してくださっている方々、日本から来てくれた方々、本当に全ての人に感謝を送りたいと思います。ありがとうございました。やっぱり形式上で勝手にこうやっちゃってるんですけど、公認みたいなものに。いや、もうどんどんやってください。ありがとうございます。選手、スタッフ、サッカーファミリー、日本の国民の皆さんに応援ありがとうございます。はい、これからもお願いします。お願いします。ウィーナーズの皆さんもそうですけど、サッカーをより普及させて行きたいという思いで頑張ってくれていると思いますので、我々日本代表側として、今まで戦わせてもらった中でサッカーファミリー一丸となって日本のサッカーを盛り上げていけるように、より日本の中で認知度を上げてサッカーが楽しいと思ってもらえるように一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。ありがとうございました。